スティッシュ、はい、それでは行きましょう。1回戦で先攻がエッチ、後攻が磯友、8小節日本勝負、大粒ファイ。誰が相手にも構わねえんだよ、この先攻という哲学は。よ、埼玉のめちゃくちゃ先輩だけどさ、俺はカマセイルじゃねえと誇りつけるぞ。そういうところ見せてたらさ、男の意地ってやつさ、俺ら酔っ払いだけどそれでもいいから。いや、平等だからカマセイルじゃないってことは分かっている。二度あることは三度ある、二度共にまで誰かにマンコやる。チェケラ、遊びに来た、今日は日曜、もう夏休み、とっくに夏が過ぎ、まるで死んでるセミ、これは俺からのデビ。誰が死んでるセミ、ふざけんな、飛び立ったぜ、俺はセミでもな。あ、そんな感じ、マンコやる、ふざけんな、俺も穴にぶち込んでくれよ、お前は。トフレーの感じ、頭がおかしいのは俺は一緒、酔っ払って肩組んだ中、だったらもっとやってみろじゃねえか。申し訳ない、まだ肩は組んでない、この後賞金でおごってから飲んで肩組もうや。大丈夫、肩酢を飲んだ皆さん、磯友チェケラ、誰だこのおじさん。俺の方が年上かな、知らねえが、君は埼玉さいならすぐ近く、埼京線から20分、武蔵浦和、磯友チェックしろベイベー。終了。どっちがヤバかったのか皆さん大きな声と挙手でお願いします。先攻エッチがヤバかったと思う人。高校磯友がやばかったと思う人。磯友の勝利です。エッチも大きな拍手を。